っと呼びかけたのに。どうしよう、花火はもう始まりそう。よし、ついにこの時間が来たんだ。花房くんも一緒に来てくれたし、花房くんのことを好きって言うんだよ。言うんだよ。超恥ずかしいんだけど、心の準備がまだ。浴衣くしゃってないよな。メイクも大きなのかな。ああ、花房くん気にもらっているのかな。ああ、緊張だってバレちゃう。ああ、変だと思ってないよな。うわあ、超緊張するわ。横ちゃんってこんなに可愛だったのか。おい大地、今だ。今横ちゃんに告白しないと、このようなイチャンスは二度と来るぜ。でもあいつ、俺のことどう思ってるのか。まあ呼び出すのはあいつだったし、こんなに綺麗になったし、もし俺のためって何考えてんの俺は。とにかくまず落ち着け。あのさ、花火もうそろそろ始まりそうだから、もう少し人がいない場所に行きたいの。この辺はすごく小蒸しいからな。あ、そうだよね、行こっか。今だ。あ、悪い。いえ、私の奥さん。何今の。いやいやいや、花房くんのさっき何言ってた。ああ、別に。ただ今日ゆこちゃんと楽しかったなと思って。ああ、私もそう思ってたんだ。あのな、ちょっと話があるの。実は私もちょっと聞いてもらいたいことがあって。じゃあ一緒に行ってみるか。あ、じゃあそうしましょうよ。3、2、1、好きです。